世紀中頃の大和政権は、有力豪族の代表者が会議によって政策を決定し、会議に参加する10名程度の代表者は、マヘツキニと呼ばれました。会議を統括する執政官は、オハマヘツキニと呼ばれ、大キミや大村寺の称号が与えられました。仏教需要をめぐる大臣、蘇我稲と大村寺、物の部の起こしの対立は、それぞれの子、蘇我の馬子と物の部の守屋の代になっても引き継がれました。馬子は大きに、守屋は大村寺を引き継ぎました。585年には守屋は馬子の寺院を焼き払い、仏像を投げ捨てたと言います。その2年後、31代陽明天皇は病に倒れた後、仏教に帰依し、仏教信仰の是非を分身に尋ねました。守屋は教皇に反対しましたが、賛成した馬子に宮中の意見は統一されました。孤立した守屋は本拠地の河内に帰って軍備を整えました。その7日後、陽明天皇が亡くなると、守屋は穴穂部の巫女の擁立を企みましたが、甥の初瀬部の巫女の擁立を狙っていた馬子は穴穂部の巫女を殺害。馬子は初瀬部の巫女らの皇族や真辺月見からなる守屋討伐軍を組織しました。この討伐軍には14歳の馬屋東王聖徳太子も参加していたとされています。討伐軍は二手に分かれて進軍し、物の部軍を木摺、現在の東大阪市まで追い詰めました。館に立てこもった守屋は周囲に稲荷、稲を積み上げた砲撃を築いて激しい抵抗を見せましたが、最後には射殺され、物部氏は敗北しました。帝尾の乱と呼ばれるこの戦いは、かつては蘇我氏と物部氏の仏教をめぐる宗教上の争いとされましたが、近年では領主の権力闘争であったとされています。新興豪族であった蘇我氏が勝利できたのは、蘇我氏が大きみ家と婚姻を繰り返して外戚の地位を獲得していたことや、権力を握り続ける物の部氏に反感を持つ真辺月見を味方につけたことなどが要因だったと考えられています。戦いに勝利した馬子は初瀬部の皇子を蘇春天皇として即位させました。また物の部氏の敗北により、事実上大村寺が廃止され、馬子は単独の執政官として会議を統括し、絶大な権力を握ることになりました。その後、馬子は対立した蘇春天皇を暗殺しましたが、政権内部で批判された形跡がなく、マヘツキニ僧からの支持があったと推測できます。馬子は蘇春天皇の後継者として、姪のぬかたべの姫巫子を推古天皇として即位させ、権力を維持したのです。ご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。伊藤クロイスでした。